ヒカキンに負けてますよね。うさんが死ぬわー。うさんが死ぬやてか俺ヒカキン今から芝居できますじゃん。俺今から芝居できて僕を見てその写真スクショ撮ってで負けてないやろっていうのでもう喧嘩だったら負けないですからね。はい、ラホさんが芝居できますあいつ、はい、もう出直してこい。うん、やったるかい、やったるかい、ブロックしたるかい。やったらブロックしたるかい。だかそれぞれが勝ってるんです。負けてるのはあなただけです。そうですね。はい。こんなな企画に参加してるお前負け犬だよ。おいそれ、それ言ったら全員そうだよ。俺らはそう思っとる昔はね。うん、昔はね。養分になれって思ってましたね。うん、正直ね。今でも思っとるわ。若干な、若干な、これぐらいはな。やっぱアンチうまいよ。稼げとうかな結局それで。鎌田社長に一言。はい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 。ちょっと最近まあ記事。まあどうせあんな一件だけじゃないやろ。もうそうだもうだから氷山の一角でしょあんな。文春さんに一回連絡して。はい。関係ある。あ、お願いします。まあ別に関係ないんですよ別に俺には。まあドンマイとしか言えないですけど、まあ世の中そんなもんだと思いますよ。たまたま鎌田社長が見つかっただけで、世の中の人あんなもうゴロゴロいますから。あの記事のままだけやったらちょっとあれなんですね。なんか会社の金ってどういうことあれ。ヒカキンさんと。ああ確かにそれよくわかんないですね。それあれだから不倫は別に、まあ、若干そこなんか闇に葬られた感ありますよね。なんかよくわかんないもう一個問題があったみたいな説ありますもんね。なんかあれ意味がわかんないですかあれ。不倫だけだったら別にそんなんね。まあそうですね。まあでもいつかもしかしたら明るみ出るかもしれないですけど、まあ、僕たちはわかんないですそれに関しては。これこれさんに聞いてください。まあでも社長があんなんやったらそれははじめ社長もあんなんなるわな。まあ、ね、影響受けちゃってるでしょうね。はじめ社長の方が先に出ましたけどニュースとしてはね。それは社長もそうやったら、まあね、はじめ社長もそりゃそうやな。うーむって感じですね本当に。もううまい本当にうまい。いやあれすごい思うでヒカキンさんって。だって、あの成人君主ポジションってめっちゃ窮屈だと思うで。まあでもあいつ多分承認欲求すごいんで負けず嫌いで、はいはい、あれが気持ちいいんですよ。毎回コムドットが炎上してる記事見てオナニーしてると思いますよ。あれが気持ちいいの。それがねおかずなんですか。なるほどね。俺にとってのファンだからヒカキンにとっての文春なんですね。なるほどね。そんな感じですよだから、はいはい、まああとはミクル君とかすごいと思いますよ。賢くて強くて、うん、結構普通に頭もいいし、ヒカルさんと似てるっすよだから。あのそう計算するから。あたっす、はいはい、まあでも僕はもうおそこのとか全然似てない。、はい、まあでもあんたの方がすごいよ。まあ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 プレゼント企画やってほしい。欲しい。プレゼント欲しい。スイッチ欲しい。じゃあ膝まずいてもらおうか。膝まずいてもらおうか。欲しいんだ。YouTuber からお笑い芸人目指す人いないですけど、お笑い芸人から YouTuber になる人山ほどいるってことは結局ちょっと憧れちゃってるんじゃないのって思いますね。なんやかんや言う人は言うんですけど、みんな始めてるじゃないですか結局。これなんでしょ。これでしょ。これがなくなった瞬間こっち来るんでしょって俺は思いますよ。それはそれに関してはあんな生きて芸人たちが YouTube がどうだと言ってたのに、結局これになびいてるやつらいっぱい見てダッサいなと思いますけどね普通俺は。お笑い芸人で稼げたらみんな YouTube やってないと思うんですよ。だってお笑い芸人で僕らで稼げたら絶対来ないでしょ。稼げてないから YouTube 来てるだけなんで、結局お金儲けが下手な人が集まっちゃったっていうのが、それはあるでしょうね。俺芸人だと思うんですよ。面白いのは面白いと思うんですけど、面白いとお金儲けの能力が違うんで、やっぱり手繋ぎましょうよ一緒に。一緒に手を取り合って YouTube やっていきましょうよ。させたら楽しいですね。これ世界は何でもありやん。俺ら結構何でもありでしょ。ぶっちゃけ俺らほど何でもありやってる YouTuber あんまいないでしょ。ちょっと俺今憑依してるからとかってなんかいろんなことエッチしたいな。それ言ってるよな俺今。憑依してるから行けますよ行けますよ。だから憑依芸だから俺らはこれから憑依させれるってキャラになったんですよ。あー、はい、憑依芸新しいね。はい、憑依です。で3、4年前にモードに戻れるんですよいつでも。あそれ新しいね、はい、いや憑依しちゃってるからっていうことでエッチしようかないろんなこと。あれ全然ありっすよ憑依しちゃってるって。それも仕方ないっすよそれは。いいっすか。エンタメなんで帰り道でいいっすかやっちゃって。全然全然全然です。友達さんでも長いんじゃないの。まあでも基本あいつら全員クズなんで、まああいつらもう旬が終わったら終わっていくと思うんですよね。可能性は高いですよね、はい、あなたたちね全員ね社会不適合者ですマジで。ほんまに冗談だけで。もう俺からしたらスローモーションに見える全て世の中の。その中でもさらにスローモーションの人ですからあなたたちは。だからもうほんまに今のうちに要貯金しときやっていうやつね。僕もだからこの間先日も大阪行きましたけど、ひょきばし、御堂筋の上から人とか投げたいですもん、やっぱり。まあそれはラホさんだけですけどね。俺はそんな思ったことないですよ、ね。思ったことないですか。佐々木さんなんか思ってたけどな。はい、人とかやっぱりガンガン投げたいですもん、投げれたいですもん。気に食わへんやつ全員。いいかもうデスノート、はいはい、デスノートだったらデスノート5枚欲しい、5冊欲しい。地球からしたら邪魔な存在ですからね、うん、人って。そういうことですね。ほんまそうですよ、はい、何を根拠で聞き切ってんねんって話ですからね、うん、いやほんまそうです、聞き切れて生きてますからね。やめたれよ、はい、割り箸してんな。火や。
ラーメンにメンマ入れんな、竹や。いや、そういうことです。まあ、何を根拠、他の生物から言ったらね。いや、そうですよ、まあ、そういうことで、ね、言ってるんですから、はい、バカは死ぬべきか。いや、そりゃそうでしょ。もう、質問に笑っちゃうわ。そりゃそうでしょ。何言うの、うん、そこはもう、マイスさんの方で答えといてや。もう、大木戸博士が言うやろ。そりゃそうじゃんポケモンのオープニング流したり、いっぺん最初のあれ、うん、著作権ギリギリの5秒以内で流したり、流したり、大木戸博士のそりゃそうじゃん、うん、どんだけバカな奴らのために僕らは苦労してるかこれ言いたいよ。イライラするわ、ほんまに。まあ、バカの定義にもよるけどな、犯罪を犯すような、もう無差別に人を傷つけるようなバカはそれ、その死んだ方がいいしな。そうそうな。明らかに、そういうのおるから、やっぱり、うん。頭のおかしなやつっていうのおるから。やっぱほんまにそこのために苦労してるとこありますよ。でも逆の発想で言ったら、バカがいるから俺らが優遇されてるとこもあるっていう考えにも至るんで、難しいとこですよね。で、全員が僕らと同じ知能を持ってたら、僕らもう特別じゃないですからね。まあね。だから、バカな人がいるから上に行けるっていう、それはね、やっぱ差が生まれるっていうのありますよね。難しいとこですよね、そこの辺はね。感謝してます。大丈夫です。ラリー何にしたの？案件やあれ。ほんまのとこ言うたらな。今なんか言えるけど。いやし、俺仮想通貨よくわからん。俺らもそんな言うほど知識なくてやっと、ほんまに。やってほんまに。心そっから言えるのは。でもまああれは自分の一つの過ちとして受け入れましたよ。あの時に学んだことは炎上した時の対応の仕方。やっぱあの時は正直ね、事務所にね、口止めされてたんで、何も言うなって言われて、当時あの時事務所のことを考えて素直に従った自分を恨みますよね。本当だったら自分たちのこと優先してて、もっと普通に早く動画撮って、視聴者の人に誠心誠意ほんまのこと話して、やってれば多分あんなことになってなかったけど、でもやっぱ変に大人の事情を優先しちゃったから、ああなったんだろうなって思っちゃうんで。反省してないです。当時から僕はしてます。ラファエルの添い寝気持ち悪すぎ。そいつちょっと住所教えて。お前家燃やしてるわ。じゃあ兄さんちょっとガソリン持ってて。黙れクソガキが。死ね。テレビ進出はありますか？ないかな。メリットがあんまないかもな、今になると。たまに出るときはやっぱりブランディングうんぬんかんで、結果それが僕らの考えてるメリットにつながる伏線やから出させていただくんですけど、がっつりやるっていうことは多分もう考えづらいというか、効率が悪すぎる。テレビってもちろんギャラも合わないのもあるんですけど、工数がエグいんですよ。たった10分の出番のためになんで3時間前に行かなあかんのとか、本当に怖いぐらい工数があって、しかもこんな大したことない番組作るのにこんな大人必要っていう時あるじゃないですか。いや、それ面白い番組作るのにいっぱいの人数使ってる時分かるんですけど、うん、いやこんなしょぼい番組作るのなんでこんな人数いるのっていう時あるじゃないですか。まああるね。あれ結構これ効率悪いなと思ってて、その人件費削減して別のとこ当てればいいのにと思っちゃうっていうか、効率の悪さが目についてちょイライラしちゃいますね僕は。それもあるし、まあシンプルにやっぱりどこまで行ってもその費用対が合わない。まあちょっと合わないっす。その質問してブロックして、もう企業をうまく扱うインフルエンサーと企業にうまく使われてしまうインフルエンサーの違いは、俺らに例えば1000万払っても1000万払う以上にその企業を稼ぐわけじゃないですか。確かに。ってことはその企業の方に自分が回ればもっと稼げるんじゃないかっていう発想に至るわけですよ。そこで止まるか止まらないかの差だと思いますけどね僕は。まあね、まあ向き不向きもありますからね、はい、そこのポジションがいいっていう人はいいわけで、まあむずいですね。まあ正直難易度高いと思いますやっぱり。だから羊、それこそ今僕バトラー探してるんですけど、羊の人ってあれが気持ちじゃないですか。まあ確かにね、うん、あれをなんで宿側になれへんねんとはならないじゃないですか多分。まあでも基本的にはやっぱバカな気はしますね。ビジネス能力が低いんじゃないですか。クリエイティブ能力が高いけどっていう。でそれ本人が稼げたいってその割に言うやつが多いからね、やったらバカっていうふうに思っちゃいますよね。まあ全員バカかな YouTuber。 結論、うん、全員バカかな、うん、まあね、まあ、意図おかしいだね。おいほら、おいおいそれこそ坂上さんなんかね、あんな風に今やってますけど普通に飲酒で事故してますからね。えそうっすよ、めっちゃ有名っすよ、まあっすね、だから坂上さんに何かの表紙で怒られることがあったらそれ絶対言ったろうと思って。まあね、確かに覚えとこう俺も、うん、どう考えてもタレントの方もう毎日の炎上してるじゃないですか。確かに薬物汚染すごいですもんねタレントなんて、うん、僕名前挙げただけでも即刻刑務所に入れれるやついますもん何人か。全然いますよ、やっぱりヤバいやつ多いっすね。それはそうやと思いますよ、ほんまに。ほんまに YouTuber の方が全然何もないと思う。まあ確かにグリーン、それはグリーン、なんか言われて赤つきにはだって YouTuber ほんま引きこもり多いもん。そもそもそこなんですよ。派手に遊ぼうみたいなやつ少ないもん。だって六本木で飲んでるんで僕と普通におるぐらいでしょ。少ないですよ。でも芸能人そういうのも好きじゃないですか、まあ、みんないますよ。 YouTuber もほんと引きこもりが多いんでこっそり遊ぶやつが多いですよね。だって緊急事態宣言中なんかでも僕飲んでましたってキャラやから PR わざわざ言うけど、アホみたいにタレントとか全然おるから何も変わってないし、みんなこっそり飲んでるだけなんで。そっちの方がな治安悪いよな。治安は絶対悪いよ。絶対それは思うな俺も。よくないですね、あのニュースの書き方ね。確かにね、最近 YouTube はどうのこうのとかね。ほんまにさ、なんか俺も俺のことヤフーニュースに上げ続けるのはちょっと一旦やめてほしいなと思う時ある。俺プロフィール書いてただけでヤフーニュース上がりましたから。あれなんなんすか。多いんですよねそういうの本当に。なんでこんなことで上がるんやろみたいな怒ったりするんで。ツイキャスとかもねニュースあるんで僕ヤフーニュースになるんですよ。でヤフーコメントなんかごちゃごちゃ言われるんですよそれで。だるいですね、はい、でもヤフーのコメント欄僕見てて結構ご飯食べれますけどね。
僕ほんまに好きなんですよ、ああいうの。まあアホみたいなこと言ってますからね、ほんま、なんか気持ちいいですね、あれなんか見てて。どんな人が入ったの、思う時あるよな。いや、すごいで、ね、ちょっと知識ある系のやつなんですよ。確かに、ね、俺が読まれへん漢字使ってるんで、いっぱい俺が下の方、可能性悪いけど、知識で気持ちいいよ、あんだけ勘違いしてたら、やっぱ勘違いすごいなと思うな、たまに。いや、気持ちいいよ、ほんまに。でもこの動画ももしかしたらヤフーニュース上がるかもしれんもんな、こんなこと言っとったぞみたいな。全然上げてもらっていいっすよたまには息抜きさせてよ、僕らも。カップルチャンネルについて思うこと。あ、むずいな。俺はやっぱカップルって別れたら終わりやんか、うん、すごい諸刃の剣なとこあるよなと思うな。あとまああいつらお互いに浮気してるし、うん、って感じかな。うん、お互いに浮気してるか。はいはいはい、カップルチャンネル、そういう時もあるってことですね。そういうカップルチャンネルおるから。俺もそれは知っとるな、一組知っとるな。俺一組知っとるっていうのやばい、うん、俺らが炎上したらその裏側で他の炎上出したろうかなっていうぐらいですよね。あれが嫌いやわ、子供出してる YouTube チャンネル。ああ、それ分かりますよね。俺ほんまに嫌いやわ、はい、子供には意識がない状態で勝手に出して子供の人生左右してるってことですね、うん、それでお金儲けしてるっていうね。それでペットチャンネルもそうですよね。そこは難しいテーマっちゃテーマですね。気にないんですよね、自分でこうやっていろんな一丁前のこと言ってても。僕だって動物もちろん大事にしますけど、もしいたらね、うん、でも僕動物嫌いなんですけど、牛食うしで極論そこなってくるでしょ。まあね、鳥も食うしっていうことね。横なんかめちゃくちゃ可愛いでしょ、でも大きくなったら食べちゃうでしょ。その矛盾はね、やっぱどうしてもあるんですよ。必要な分だけ食べるだけじゃなくて、人生で実は物残したことあると思うんですよね、僕世の中のほとんどの人は。もったいないって言われがちじゃないですか、残したら、うん、でも残してない人も世の中におらへんから。一回残したら100回残すのも一緒やっていう感覚があるじゃないですか。で、量が問題じゃないでしょっていう、うん、僕今憑依しちゃってるんで、全然鶏とか殺したいと思ってますけどね。俺も全然そうですよ、はい、だって俺のために生きてるだけでしょ、あいつら、はい、今から牛殺しに行けへん、うん、って思ってます、半分に。食物連鎖の弱肉強食なんとかあるんで、うん、ちょっとバール持ってきて、牛殴りに行こう、うん、バールでしましょ、どこにいるんですか。人生に一番必要なものは何。スカルトラファイルじゃん酔いすぎやろ、自分にそんなに音だか、俺らそういう意味では、天地無さんとかも性格悪いと思ってますよ。うまいでしょ、いろいろと。うまいっていうのを性格悪いっていう捉え方なんですよ。まあ、八方美人タイプってことですね。何でもうまくやれる方。まあね。計算してることであるんであれば、性格悪いなっていう表現になっちゃう。器用ってことですよね。そうそうそう。売れてる人全員性格悪いっていう認識。まあ、俺とか性格めちゃくちゃ悪いですよ。性格悪い方、こんな憑依って思いつかないでしょ。思いません。こんなずるい方思いつきますよ。正近。正近は、あいつおもろいっすか。やっぱお前のことで今も同じとこ嫌いだわ。正金クマすごいとか、ヒカキンマジキモいとか、歯並び悪いとか、チュークチビとかね、東海オンエア臭そうとかね、書きたいですね、いろいろね、そういうの。だから俺炎上したんやこれで365日来とったら、そらどっかにつまずくわ。クリーンって言われてる人たちのグループの方が炎上してるよねっていう。フィッシャーズさんぐらいじゃん、ほんまに炎上してんの、YouTuber って今まで。ペケタンが炎上しましたね。なんかありましたっけ。はい。てか、誰そいつ。わかるよ、有名わからんよな、正直わかんないっす。白声わからんからなんかおっしゃったよね、シルク君も入れたくどうすか、メンバーに。あ、お前入る、マジでマジでええで、お前マジ月いくら欲しいん俺自慢じゃなくてヒカキンより稼いでるから俺ブランディングあるから言わんだけやで。ヒカキンさんが稼いでるっていう風にしてるけど、俺らと比べてあかんて全然雇ってるけどな俺この間たまたまヒカキンさんの動画見てたんですよ、はい、評価率 87% とかあったんですよ。僕らのソフトから見たら入るんだんですね、それって、はいはい、でなんかね、プレゼント企画でしたよ、それ。へえ、2年か3年前のプレゼント企画で炎上した。覚えてないな。マイナスが1万なんですけど。へえ、珍しいですね。多分ね、おそらくですけど任天堂スイッチのプレゼントか何かやったんですよ、俺見た感じ、はいはいはい、買い占め、ね、買い占めの方やと思うんですよ。あ、なるほどね。それで言うとヒカキンさんぐらいか、ほんまに炎上してんの。超有名で言ったらイメージそんな感じですね。セイキンさんも炎上してないし。いや、有名じゃないんかいつ。税金するよ、税金出してくんだよあんなもん夢ちゃうなあいつ。ランボルギーニ乗っとけお前はバーカ。そうよ、そうやって考えたらみんな炎上してんねん結局。ほんまそうやで、イメージが僕らにいっぱいついちゃってるだけでね。ちょっと憑依してるじゃないですか。まだ残ったやん、残った。若干見て、若干外しきれてないですね。若干見て、あ、危ない、オッケーオッケー。でも大丈夫です、はい、僕たちは本当はね、うん、みんなが好きです。はい、ちょっと、あ、今喋って危なかった、まだ表示されてるんだ僕は嫌いです、言いそうになりました。